はい、高本です。今回は下半身の衰えが嫌ならウォーキングをする前にこれをやってほしいという理由とその方法を実践していきます。下半身が衰えないように毎日ウォーキングしている人、もしくはこれからウォーキングを始めようとしている人もなんですけれども、ウォーキングというのは確かに一回一回に足にかかってくる負担というのは他の運動に比べてそこまですごいものではないですが、それでもこれからウォーキングを始めようとする人は普段そこまで動いていないということが結構多いので、思った以上の負担になってしまうことがありますし、日頃ウォーキングをしている人とかでもそれ以外足のケアを全くやっていない人は今までの負担が思った以上に蓄積してしまっていて、気づいたら足のダメージが大きくなっているということは結構あるんですね。そしてそのままの状態で歩き続けると体は良くなるどころか逆に悪くなっていくこともあるので、今からそうならないためにやってほしいこととその方法を実践していきましょう。はい、じゃあ今からやっていきたいんですが、まずウォーキングというのはですね、確かに一歩一歩の負担というのは少ないんですが、例えばスクワットとか負荷が強すぎてできひんわっていう人がですね、ウォーキングやったらできるやろとか考える人結構いると思うんですけれども、スクワット1回やるたびにですね、例えば足にかかってくる負担が100だったとして、これ10回やったらむちゃくちゃ単純に言うと負担1000なわけじゃないですか。でウォーキングはですね、一歩歩くたびに負担が1かかってくるんだとしたら、これ1000歩歩いたら負担1000なんですよね。ということはですね、これむっちゃ単純に比較するとスクワット10回と1000歩っていうのはほぼ一緒みたいになっちゃうんですね。でもウォーキングの方はですね、一歩一歩の負担が小さいから、実は結構数をこなすとこういったスクワットとかですね、結構負荷が高い運動と変わらないぐらい足に負担が溜まっているということをですね、気づかずにそのままやってる人っていうのは結構いるわけなんですよ。しかも一歩一歩の負担が少ないから数をやらないといけないと結構考えてですね、ここの歩数どんどん増やしていこうとする人が多いんですね。そうなると自分が思ってる以上の負担がですね、足にかかっているなんてことはザラにあるわけなんですね。その結果鍛えられるどころか逆に故障してしまったりとかですね、負担がかかりすぎて筋肉が硬くなって逆に動きが悪くなっていったりとかですね、そういったことがよく起こるわけなんですよ。なのでですね、ウォーキングも負荷がないからめちゃくちゃやりまくっていいというわけじゃなくて、ある程度ですね考えながらやっていくというのも大切なんですが、それ以外でですね見てほしいのがこの膝から下になるんですね。この膝から下、足首のこの辺りというのは地面につくときに一番最初に設置して衝撃を吸収するところになります。ここはですねしっかり働いていると、さっき一歩歩いたときに負担が1と言いましたが、実はここはしっかり働いてたらそれがですね 0.8、0.5 というふうにですね、動いてない人に比べて負担が減らせれるわけですよ。一歩歩くときにかかってくる負担1の人がここはしっかり動いて 0.5 にできれば、これもむっちゃ簡単に言うとかかってくる疲労を半分にできるわけですから、まあ、倍歩くこともできますし、今までと同じ歩数でもリスクなく歩き続けることができるということになります。なのでですね、ここから下はですねしっかり動くようにしておいてほしいというのがですね、今回やってほしいトレーニングの目的なんですけれども、今からやるトレーニングというのはですね、1日1個ずつやっていってもらっても構わないですし、全部やってもらっても構わないです。ちょっとずつですね、ここから下を変えていくというイメージで取り組んでいってください。そしてウォーキングと言いましたが、ウォーキングじゃなくても普段買い物行く時とかですね、そういった時の前にやってもらって、ここを動くようにしておくというやり方でも全然構わないですし、絶対に歩く前にやらないといけないというわけではなくて、時間がないのであれば先にやっておくとかですね、他の時間でやってもらっても構わないので、とにかく継続していくということですね、意識してやっていくようにしてください。じゃあ今からやっていきましょう。ではまずやってほしいことがですね、人はですね意外と歩いているとき、この足の指先ですね、ここをですねグッと踏ん張ってこのように踏みしめて歩いている人とかっていうのが結構多いです。こうなってしまうとこの足首がですね柔軟に使えるようにならず、さらにつま先に重心がこのようにかかっていくので、かなりですね足の負担になってしまいます。そして指がこのまま固まっていき、例えば外反母趾であったりとかですね、そのせいでこの足のアーチですね、こういったのも崩れていき、より衝撃が吸収できない体になっていきます。なのでまずはですね、この指先をですねしっかり動かして柔軟にしていくということをやっていきたいと思います。じゃあ座ってもらってですね、この足の指先あるんですけれども、手で指先だけ持ってください。指先をですねこのように曲げ伸ばししていく、この運動をですね30秒最後ですね、今からいきましょう。これできるだけ指をですねこのように曲げ伸ばししてください。足首全体をこのように動かすのではなくて、指だけをですね曲げ伸ばしするイメージでこのように動かしてください。指硬い人はですねなかなかこれでも痛いと思います。はい、OK です。はい、じゃあ次
反対ですね、同じように指先だけをですね手でこのように掴んでもらって30秒いきましょう。このようにですね指先を曲げ伸ばししていきます。足首からこのように動かすんじゃなくて指先だけですね動かしてください。はい、じゃあ次やってほしいトレーニングなんですけども、次はですねこの足の裏ですね、結構アーチがなくなって平らになっていると地面の衝撃が吸収できないとかっていう話はよく聞くと思うんですけれども、その平らになってしまう原因というのがですね、最初やってもらった運動のこの足の指ですねぐっと踏みしめてしまうとかであったり、そのせいでですねこの足の裏ここの筋肉がですねすごく硬くなってしまって柔軟でなくなるせいでアーチがなくなっていくということが結構あるわけなんですね。そしてそのアーチがなくなっていくことによって地面から来る衝撃を吸収できなくなるからより硬くなっていくという悪循環になっていくので、次はですねそこをですねしっかり柔らかくしていくトレーニングというのをやっていきたいと思います。じゃあですねこのように座ってもらって、まず両手で足をこのように持ってもらってですね、でこの足の裏の真ん中ですね、ここの部分に親指を重ねて親指でグッと押しながらアーチを作るようにこういう風に曲げていきます。これをですねだいたい土踏まずの終わりぐらいまでですねこのように動かしていって、そしてまた戻していく、これを左右今からいきましょう。このですね内にこういう風に曲げながら親指でグッと押して足の裏も柔らかくしていきます。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね、30秒いきましょう。はい、じゃあ次やってほしいトレーニングなんですけども、次はですねこの足の甲から足の裏をですね揺らしていきたいと思います。なのでまずですね片方の手で指先の方を持ってもらってですね、もう片方の手で足首側の方をですねこういう風に持ってもらって、この状態でですねできるだけガシッと掴んでこういう風に足をねじるようにですね、こういう風に手を前後に動かしていきます。これをですね30秒左右ですね今からいきましょう。このようにですね手をこのように前後させて足を動かしていきます。この掴むときはですね少しガシッと掴んで動かしてください。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次やってほしいトレーニングなんですけれども、歩くときにですね足首の動きというのはすごく大切になるんですけれども、この足首の動きはですね結構関係してくる筋肉というのはですね実はこのふくらはぎの筋肉になります。なのでこのふくらはぎがですね柔軟に動くということはですね足首の柔軟な動きにも関係してきますし、逆を言うとですね足首の柔軟な動きというのはふくらはぎの動きにも関係してくるというわけですね。なので今からですねこのふくらはぎから足首をですねしっかり動かすためのトレーニングというのをやっていきたいと思います。じゃあですね足をこのようにピンとまっすぐ伸ばしてください。別にこれはですね地面についたままで構わないですから、この状態ですねふくらはぎを意識して縮めるイメージを持って足首をこのように伸ばす、そして次ふくらはぎをですね伸ばす意識を持ってこのようにかかとをですね向こうにぐーっと蹴り出していくようなイメージです。これをですねこのように交互に繰り返していきます。これを30秒2セットですね今からいきましょう。このようにですねふくらはぎを意識して足首をですね曲げ伸ばしします。
足首だけじゃなくてふくらはぎをあくまで縮めた時に足が伸びる、伸ばした時に足首が曲がってくる、このイメージを持ってくださいね。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。